そうですね、今はラストアイドルファミリー各ユニットで対決してセカンドシーズンの表題曲を競うっていうバトルを今放送しているんですけど、まあ正直言ったらスタート時点は一緒なんですよね。12月20日にセカンドさんたちと一緒にラストアイドル一緒にスタート位置が一緒なので、まあみんな負けた子も笑顔になれるようなチャンスもあるし、私たちもここで満足しちゃいけないっていうストレスじゃないなっていう緊張感、プレッシャーを持たせていただいてるので、素敵な企画に参加させていただいてるなと思うし、まあ、一生に出会えないような方にプロデュースしていただくっていうのもやっぱりすごいことだなって思うので、まあ、どんなグループが表題曲を取ってもラストアイドル応援してほしいなって思います、ね、日記私たちも放送の数時間前に言われたんですよ。だから二度驚きますよね。放送前にはみたいな、えそうなのみたいな、驚いて放送でもこれ本当なんだみたいな感じで驚いたので、まあそうですね、私たちが経験して感じたのは覚悟は絶対つくし緊張に強くなるし、いざ一人で舞台立ってみて必要なこととかも学べるので、もし自分に自信ない人とかも特に来てほしいですね。絶対にこう自信になる番組とかシステムなので、怖くないよ怖くないぞって感じです。